ではですね、次行きましょう。次はですね、森美術館のですね、スターズ展ですね、草間彌生、リー・ウーファン、宮島達夫、村上隆、奈良義朝、杉本博史、ね、これもう呼び捨てするのも恐れ多いほどの豪華な方々の展覧会となっております。はい、じゃあね、見ていきましょうかね。はい、まずですね、一番初めに見たいのがですね、びっくりしました。あの村上さんのこの金のですね、ポンデライオンみたいなやつねポンデライオンじゃない、あのね、あ、そうだ、あのね、すごい、これブル、これルイーズ・ブルジョアね。ブルジョアもすごいですけどね。ね、ルイーズ・ブルジョアも、ね、まあ、毎回見るたびにすげえなと思うよな。でもね、村上さんやっぱすごいよこれすごいですよ。いやー、びっくりしましたね。これ全部白ですからね。白、あの白、あの四角いの見えますよ。こういう風に白で貼ってますから。何白なのかわからないけど、本当に金箔なのかな。これね、でもね、めっちゃでかかったですよ。思った以上にでかかったです。これ写真で撮るとあんまりでかく見えないんですけど、めっちゃでかいですよ、これ。で、まあね、あのね、このね、クオリティが意味わかんないレベルになってるんですよね。いやー、すごいですよ、やっぱ村上隆は。はい。まあね、行きましょう。でね、このね、スターズ展ってね、なんかね、いまいち僕なんか、いまいちなんか評判悪いっていうイメージなんですよ、僕。そんなことない？みんな。あんまりいい評判聞かないんですけど、僕ね、めっちゃ良かったですよ。で、あのね、このレベルの人たちになるとね、あのね、なんていうかな、好みはありますよ、好みは。でもね、やっぱすごいですよ。すごい。で、やっぱね、みんなすごかった。でね、やっぱ村上さんってすごいところまで行ってますね。と思いましたね。で、まあ、これ、プロジェクトここですね、ココちゃんですけど、ね、あの、これも、もうマイロンサムカーボイとかもあるんだけど、これね、あの当時のやつ持ってきてましたね。だから、あの、個人像の95、98、7年とか8年とか、多分そんな感じだと思うんだけど、この辺。うん。だから、オリジナルですよ、これ。多分向こう誰が持ってるのかね、わかんないけど、日本にあんのかな、もしかして。ないよね。あんのかな。あったらすごいな。あるのかもしれないな。でもまあいいや。まあまあまあ、すごいっすよね。これね、ボーメさんとね、組んでた時のやつですね。でね、これね、ちょっとね、これもあの、この後ろの絵ね、この後ろのこの桜の絵のディテールなんですけど、これね、あのね、これシルクでやってると思うんだよね。これね、もうどうやってるか分かんないですよ。もう全く分からない。これね、あのね、じーっと見てください、こういうの。やっぱりね、僕ね、村上さんってね、日本の作家なんだよ、結局。やっぱね、もちろんコンセプト、まあリトルボーイとかね、そういうコンセプトを出しだ、まあリトルボーイというコンセプトを出したっていう言い方はちょっとおかしいかもしれないけど、リトルボーイという名前の展覧会で、まあ、爆発的に、まあ、知られて、どんどん有名になっていったわけだけど、もちろんコンセプトの人でもありますよね。だけどね、やっぱもうこの人クオリティの人なんだよね。これはね、すげえところまで行ってる。あのね、もうね、先に言っちゃうとね、あのね、もうね、絵って見れないのよ。絵だと思わないね、これ。絵っていうかな、
ていうかな、これ、いやもう版画とかでももちろんないしね、これ何なんだこれはっていうねことですよ。だから僕やっぱね、村上隆の絵画論っていうのをやるべきなんだと思うんだよね多分。なんかこうマーケットとかコンセプトとかねをいろいろやるわけだけど、村上隆の絵画って何なんだろうっていうことをね、やっぱりちょっと一回ちゃんとやんなきゃいけないんじゃないかなって気がしたね。でこれもねすごかったよ。でね、このなんていうの、この筋肉、これ明らかに過剰なんだよ。でもうなんていうの、このね、こうこれは鬼なのかな、わかんないけどさ、あね、これアウンか。でこのステロイドやりまくりみたいな体でさ、すごいよね。いやでもな、これ写真で見てもやっぱわかんないな。このね、鼻毛とかね、すごいですよ。このなんでそこまで似てることはってんのみたいな。いやこのまたね、色すごいんだ、これがすごいよしか言ってないけど、まあこりゃ歴史残るわなーって感じですよ。そりゃあの寺に置いていいですよ、寺に。これ村上さん寺置けばいいのにね、寺作ればいいのにね村上さん寺作るとかいいよね。ひたすら寺でなんか絵描いてるみたいな、寺のためのね、そういうことしてほしいな村上さん。いやー、まあこの背中もね、これは筋肉は当然研究してるんでしょうけどね、どういうふうに過剰にこう盛るかみたいなことをねやってると思うんですけどね。まあちょっともうよくわかんないんだけど、でもね、まあ筋肉見えますよこれね。こう 下にガキがいてね、こう背中から見てね、これね、いい立ち姿よこれ、いい姿よねえ、この顔もね、なんていうかふてぶてしくていいですよね。まあまあこういう感じですよ、ね、でこの後ろの絵はね、今度はね、このね後ろの絵はね、あのさっきのやつはさ、こう版がね、こうまあ見えるんです、ある程度見えるんですよ。 この後ろの絵はね、これも新作、これ新作、さっきの新作ね、これも新作なんだけど、これはねどうやって版、これ本当に版なのかも分かんなかった俺。あの擦った跡がない、これあの厚みがないのよね。これマイロンサムカーボイね、だからこれリアルに来てましたね。これはね、だからもう、まあもう言わずと知れたということですよね。まあだから本当に子供のね、子供なんだけど、こう過剰に性的なっていうかね、子供と性がこう一気にくっついてるっていうようなね、まあそういう作品ですよね。まあでもやっぱ奇形なんだよな一種のな、そういうことなんですよね。でまあこれはさっきこのマイロンサムカーボイの横に見えてるのね、あのさっきの絵のあの富士山ですね、まあまあこういう作品なんですね。もうでもね、こんな時間か。これがね、團十郎の、まあ、絵みたいですけど、あのね、これね、こうやってね、写真に写すとね、普通に見えるんだけど、これね、本当にね、実物見たらね、全然絵に見えない。あのね、絵じゃない何かがもう、になってる。絵じゃないんだよ、これもう。絵じゃないっていう言い方良くないのかもしれないけど、なんかね、何なんだろうなこれ。これアップしたまま分かりにくいか。やっぱな、でもこれ本物見てもこうやって見てもいまいち分かんないね。
この辺見たらな、なんとなくわかるかもしれないけど、もう絵じゃないのよね、これ。形とかそういう問題じゃないんだよな。かといってね、オーバーオールみたいなね、こう、抽象画、平面作品っていうのでもないしね。これすごい難しいですよ。難しいけど、なんていうかね。だから、こういうの見ると、村上さんがなんでこう、芸祭やってたかっていうの分かるよね。やっぱりこう、日本の、こう、やっぱり、日本で教育受けた人の絵だなっていうか、のコンセプトとか、まあ、作品の作り方だなっていう感じすごくしますよね。これはさっき言ったやつね。これほら、こうやって寄っても、これ、のっぺらぼうすぎて、これだって色が違うから絶対反応してるはずなんだけど、どうやってこれ反気のそのさ、差っていうか、消してるのかよくわかんなかった、俺。だからもうこれ混乱するんですよ。見てて。もうやられる。もう、こういうのでぶっ倒されますよ。ほらすげえ、ものすごいところまで行ってると思いますね。はい。だからもう真剣に見ましょうよ。村上さん、ね、確かになんかいろいろ問題のある人かもしれないけど、すごいよと思いましたね。で、なんか映像ね、いきなり作っててね、村上さんその原発問題にはずっとね、昔からその彼はコミットしてたんじゃないかと思うんだけど。じゃなかったっけ、確かね、ですよね、の人だから、原発を見に行くよっていうね、8分8秒の映画で、これね結構感動したんだよな俺ね。まあまあ、ものすごいストレートなことやったりしますよね、村上さんって。こういうね、猫のね、かぶり物をした男の子が、まあなんかすごい貧乏暮らししてるんだけど、次のなんか日曜日、まあ福島第二に行くことになりましたと。で、行くんだよ、彼女と。で、彼女はなんか、なんていうかな、まあ本当にこう、なんていうの、まあ、町屋って言っちゃいけないのかな、その日暮らしみたいなね、ベッド一つ貸しみたいなところに住んでる彼女なんだけど、その彼女と二人で行くのね。で、まあ誰もいなくて、人もいなくて、なんかこう、未来の土地だみたいだね、と思いました、みたいな。ね、あ、そうそう、海から吹く風が冷たかったって何回も言うんだよね。うん、あ、でも語りが入ってます。語りが入ってるだけです、これね。これ2人の会話とかはないです。映画じゃないですから。あ、で夜帰ってくるんですね。で最後で、でももう我々だから原発のそのデモとか行ってみたりしてたんだけど、もうデモ行くのはやめて、次は他のなんかロシアとか、なんだったかな、ロシアの洞窟とかそういうところに、行ってみることにしましたみたいな感じで終わるのね。でその猫のぬいぐるみを脱ぐの、ぬいぐるみというかかぶり物を脱ぐ。でこの猫のこの目だけがこうアニメーションになってて動いてるっていう、こういう作品なのね。なんかね、なんかすごいよね、やっぱね。よかったですよ。うん、はい。じゃあリーさん、リーファンね。まあ、これがまあメインの作品なんでしょうね。まあ、関係校っていう、シリーズですよね。ずっと作られてるシリーズで、今回はこうバリッとこう割れてるってこうね、石があって、石が敷き詰められててね。で、ガラスがあって、その上にこう石がゴーンと落ちたようにして割れてるって、こういう、まあ、作品ですね。まあ、まさに関係校という感じでしょうか。ね。はいはいはい。で、これね、僕ね、わざと影を入れてみました、自分のね。これね、影を入れるっていうのがね、これポイントなんですよ。何かわかりますか？これ、位相大地なんですよ。位相大地。ね。関根信夫のね、位相大地ってね、モノハの、まあ、金字塔っていうかね、の作品ですよね。で、あれ、影入ってるでしょ？人のね、こう、ビューって。あれがかっこいいじゃん。ね。で、やっぱこの影があるっていうのが、僕はこう、なんていうかな、モノハにとってすごい重要なことだと思ってて、だから、鑑賞者の影が入るっていうか、人が見てるっていうことがすごく重要な作品なんですよね、やっぱり。モノハの作品ってね、つまりモノとモノとの関係じゃないんで、やっぱりモノと人間との関係なんだよね。だからすっごいヒューマニストだと思う、ものすごく僕はね。
そういう作家たちだったんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、あーリーさんもそうだと思います。はい、だからこそやっぱり惹かれる人が多いと思うしね、なんだと思いますね。だから禅って言ってもね、大乗的っていうのかな、なんかそういう感じがしますよね、実はね、なんかそんな感じがします。禅ってあれね、仏教のね、禅ね、とはいえなんかこうだから人と関係する仏教っていう感じがしますよね。みんなを救う仏教っていう感じね、はいはい。でまあこれも関係こうなんです。これはね、なんかこれも良かったですよ。これ金属がね、長い金属が石の上にこうピュッと乗ってる、これがギュッとこううーっとこうしなってるのね、こういうのいいよね、重力がね。でこのシュッとこういうやつね、シュッシュッみたいなやつのシリーズね、ね。でね、これをねこう見て、はい、これもこうね、こういうキッキになって、あれこれこれ逆か、あこれ逆から見てこれ分かるでしょ、これすごいしなってるでしょね、ね、しなってるの分かると思うんですね。で次ですね、これもう一個ね、絵画ペインティング、こういう感じなんですね。でねこれね、まあこれ見ましょうか。これで、まあね、これを見ていただくと分かると思うんですけどね、僕ねリーファンって僕ある時思ったことがあってね、リーファンってね下手な作家なんだってことに気づいたんですよ僕。まあ日大の哲学部でしょっていうのもあると思うんだけど、リーさんって絵がすごい下手なのね。だからなんか職人技みたいな、こう一本の線でシュッみたいなとかさ、この線のシリーズあるじゃないですか、スッ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 っていっぱい線が引いてあるやつ、青い、あれもどうやって描いてるかっていうと、あれなんか装置があるらしいね、こういうで装置使ってもある線なんだよ、揺れてんだよでもさ、それこそさ、僕が大好きなピカソとかさ、何にも持たないでこんな感じでシュッシュッとか描いたらさ、ピュッピュッとブワッ、ものすごい、もうねリヒテンシュタインじゃないけどさ、ブラッシュストロークだけで見せろ、ブワーみたいな、グワーってこうくる、ワンストロークでもう見せるみたいなさ、そういう人いるじゃない。でもリーさんのってさ、ワンストロークなんて、あれワンストロークなんだけど全然こう不安にならないじゃん、あれって下手だからだよ実は、だと思う僕は。でもそれを使ってるんだよ、それがすごいところなんだよリーさんの、それが武器に反転してるんだよね、これすごいね、そういうことなんですよね、まあまあ僕はまあそう思っております。はい、でね、まあこの間にね、ものすごい資料展みたいなのがあってね、いろんな人がこう、まあ今回ね出てる作家たちについてのコメントとか、あとこう経歴とかがバーッとこう並んでるんだけど、誰だったかな、ルーシー・リパードだったかな、ルーシー・リパードだった気がするんだけど、が草間さんについて言ってるのってなるほどなと思ったんだけど、草間さんはの作品は初めて抽象表現主義にね官能を持ち込んだって書いてあった。官能的の官能ね、だこれなるほどなと思ったね。まあまさにその通りだなと思いました。ザ抽象表現主義なんだけど、まあ当時はね熱い抽象ね、冷たい抽象なんていう風に言われたこともあったんですけど、まあ何十年前、70年前60年前ぐらいかだけど、それとは違うんだね、官能を持ち込んだんだね、これはすごいなと、確かにそうだなと思いましたね。だからいい言葉たくさん並んでましたよ、それこそ滝口さんとかもあるしね、グリーンバーグなかったような気がするけど、まああったか、あったのかもしれない、なんかまあアレクサンドロ・モンローとかね、だからそういう有名な人たちのねこの言葉がたくさんあって、松井みどりさんとかね、奈良さんのねところとかにねあったりするんですけどね、そういうことね、そういうのが読めたりする、なかなかいい感じですよ。はいはい、まあでこれ草間さんですね。まあ草間さんについてはもうね言うことあんまりないかなと思うんですね。まあ気持ち悪いですね、気持ち悪いですねっていうのもおかしいけど、まあ来てますよね。でね、これね、これすっごい若い時の作品で、何年だっけ、ミシガン湖っていうね、これすっごい作品だったな。これね、安田康政って書いてあるんですけど、安田生命の方、社長さん、わかんないけどね、
59年なんだよね。紙だと思いますけどね。これすっげえいい作品ですよね、これ。これも安田さんがお持ちでしたね。これもね、50年代だったんだけど、すごいですね。こんなに厚塗りのやつ見たの、僕初めてかもしれないですね。相当絵の具持ってますからね。はいはい。これは宮津大輔さんがお持ちらしいですね。この辺になるとね、ちょっとね、現代の方に寄ってくる。現代とか最近ね。うん。なんか最近のやつってなんか不思議だよね。なんかこう、逆になんかすごくベタになってきたっていうのが、なんか面白いところだなと思ってます。僕はね。なんか、ちょっと、変な言い方すると、ベタにアウトサイダーアート的になってきたっていう感じがするんですよね。うん、だからただね、やっぱね、昔からアウトサイダーとインサイダーの垣根をなくしたみたいなこと言われてたね。みたいね。うん。ただ、このなんか逆にアウトサイダーに触れてきたのかなっていう感じが、なんかちょっと面白い感じがしてますね。はい。で、宮島達夫さんですね。で、宮島達夫さんは今、千葉市美術館でもう、個展をされていて、まあ、千葉市美の方が面白いですよ。まあ当たり前だけど古典だからね。千葉市美の話もしたいけどな。まあ本当にいろんなことをされてる方なので実は。はい。柿の木プロジェクトとか言ってね、柿の木を植える。柿の木じゃなくてね。柿の木プロジェクトっていうのを、ヨゼフ・ボイスが、あれは77年だったと思うけど、の、ドキュメンで、まあ、始めて、もう貸しの木だらけなんですね。ドキュメンタがあるカッセルで、ね、まあそういうプロジェクトをやって、で柿の木プロジェクトを宮島さんがやってるのは、長崎で、まあ、柿の木がね、原爆でねの影響で枯れていたと。でそれをお医者さん、木のお医者さんだったか植物学者だったかお医者だったか忘れたけど、それがまあ生き返らせたみたいなね。なんかそれでなんかこう柿の木を、まあ、植えていくっていうプロジェクトに、まあ、発展してるっていう、そういうプロジェクトやってたりしますね。これちょっとねうまく取れなかったんですけど、まあ、水の中にこうあれですね、9から1で0になったら消えるってやつですね、っていうカウンターですよね。デジタルカウンター、ですね。ずっとデジタルカウンターを使って作品を作ってる作品ですね。だから9、8、7、6、5、4、3、2、1とこうなるわけですね、真っ暗に。でまあまあそれが、まあ、生と死を表している。そしてまあある種の輪廻ね、それが繰り返されるわけですから、それぞれのデジタルのカウンターによってリズムが違うわけですね。まあまあそういう、作品をずっと作り続けてる作品ですね。で、こうまあものすごい数のね、カウンターがあるわけですけど、これがそれぞれ違うリズムで、暗くなっていきますから、同じね瞬間、同じように光っている瞬間っていうのは、もう二度と現れない。で天文学どころじゃない数字でしか現れないっていう、そういう作品ですよね。まあこれ水の中にあります。はい。これだからあれですね、直島にまあありますね。直島の家プロジェクト、あれなんていう家だったかごめんなさい、忘れてしまいましたけども、まあそこの発展バージョンなんですね。ただ今回面白いのはですね、これですね、時の海、東北ということなんですね。で、東北で、のプロジェクトで、これちょっと、まあ、名前が出てるかちょっとあんまりよりませんけども、これどういうことかっていうとね、さっきのね、これカウンターの配置図なんですよ。で、それぞれね、実はそれぞれの人が、これはまあ参加するプロジェクトで、まあ、確かお金払ってるんだと思うんだけど、まあ、それで参加して、で自分でセットしてるのね、っていうプロジェクトなのね。これはいいですよね。うん、これはいい発展だなと思いました。でまあこれ説明のあれですね、うん、説明の動画ですね。サイクルオブライフアンテスね、これさっきこれはなんか万年時計って言って、なんか理論的には30万年まで時間が計れるとかって書いてあったけど、どういうことかちょっとよく分かんなかったですけど、すごいですよね。なんかこのなんかちょっとこうサイバーな感じで、で30万年先とかって言われると、まあそれはちょっとグッときますよね。
はい、で、あの時あの人に会いに行くで719プラス1で、さっきのやつですね、さっきのあの水の中にあるやつ、あれが719今あるんだと思うんですね。でプラス1になってくださいという、そういう、まあ、作品、これまっすぐ縦に並んだカウンター、まあこれはちょっと綺麗に撮れましたね、数字見えますねこれね、はい、まあこれもね、それぞれのカウンターが違う速度で、ゼロに、ゼロっていうかね、無に向かって走ると。でこれ奈良吉智さんですね。で奈良さんの、奈良さんってあのロックの人なんですよね、やっぱりね、ロック大好きの人ですよね。でこれロックのアルバムがあってね、これね、ところどころね、これとか手書きだと思うんだよね。ね、なんかそういうことをやってるんだと思うんだけどね。でもなんかね、あのさ、これね、ザ・シャックスっていうのがあったんで、みんな知ってます？ザ・シャックスって確かあのすっげえ下手なやつですよね。あの歴史上最もあの下手なバンドみたいな感じで言われてる人ですよね。確か違いましたっけ？そうですよね。なんかあの、違ったかな、なんかいきなりなんか草むらマットラットのショー、マットラット少佐っていうのが了解ですって書いてきてる。あ、違うか、俺、あ、シャックス違ったかな、ごめん、ごめんなさい。ごめんなさい、じゃあシャックス間違ったかな、あの、なんかめちゃくちゃ下手なやつかと思ったけど違うか。なんかね、まあまあ、でもなんかあの、パールジャムとかね、あの、ボーイさんとか、デビッドボーイとかね、これデビッドボーイ。なんかまあ、いろいろあるよね。これはあの、ベルベットアンダーグラウンド、グリーンってところ、普通に。これはあれ、ボブ・ディランだね。なんかまあまあまあ、そういう感じである感じですね。はいはいはい。おい。ね。だからロックだっていうのが重要なんですよね。で、僕ね、この辺の絵はちょっとね、よく分かんなかったんだよね。この辺の絵はね、ちょっとよく分かんなかった。こういうグッズとかもね、なんかちょっとよく分かんなかったかな。この辺になるとちょっといいなーって思い始めるけど。まあ、こういうなんかグッズみたいなのがいっぱい置いてあるんですよ。集めたものっていうかね、レコードですね、これね。これね、絵画ですよ。やっぱペインティングいいっすよ。ペインティングいい。これ家もいいですよね。こういう感じね。でね、僕ね、これ見ながら思ったんだけど、やっぱりさ、これロックとこれが結びついてるってすげえなと思います。僕ロックとこれ結びつかないもん。これこれからロック感じる？でも村上さんじゃねえ、奈良さんの中ではさ、こう一直線なわけでしょ。やっぱそういうところが奈良さんのすごかさなんだよなって思いますね。何なんだろう、ずっと子供でいるとか、なんかそんな簡単なことじゃないと思うんだよな。なんか全然、こういう感じでしょ。だからおとぎ話みたいな感じじゃないですか、この、あのさっきの家の中ですよ、これ。こういうあの家ね、いっぱい作ってるらっしゃるけど、あの、これがロックなんだよね。これやっぱ俺の感覚とは違う。でもすげえなあと思うな。これがロックなのかっていう。彼にとってロックンロールがこれなんでしょ。この中でロックンロール聞くのかね。なんかおとぎの国のなんか幸せなさ、曲が流れてきそうだけど、これにさ、グリグリのさ、ロック聞くの。いや、その感覚なんだろうね。だから俺で俺それをちょっと体験してみないと分かんないな、奈良さんの作品。やっぱね、でもね、ペインティングはやっぱいいなと思う。ものすごくいいなと思うけど、やっぱりね、僕がね、コミットできないね。コミットっていうかね、僕が共感、それこそシンクロできないね、何かがね、この人あるんだよね。
個一番大きい作品なんだけどね、やっぱねこのシリーズ書いてるけどいいよねこれ、うん、これ大好きですねやっぱね、すっごい良かったです。で、あ、最後杉本さん、杉本さん、まあ、あのこれデビュー作ですね、杉本博史さん写真家、ですね、これは一番初めに、もう有名になった作品で、これは、海景っていう、あのあれですね、海の、あの、な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 い、なぎ、なぎの波がほとんどない状態で、水平線をこうピシッと撮った、写真ありますね、白黒の。あれをこう横にキュッとこう90度ずらしたっていう作品なんですね、これ。で、これ、こう、これが光ってるのは、これはあのシャッターこう開けてるんだと思うんですけどね。これやっぱもう、ものすごく奇妙よ。ものすごい奇妙な作品ですよ。やっぱこれをね出したっていうのは、まあ、杉本さんなかなかいいなと思いましたね、うん、いいなって感じこの大きい展覧会でねこのシリーズ出してきたのはね攻めてるなって感じですよね、はい、いい作品ですよやっぱね、すごい好きですよ、いいですよね、あ、でなんかね隕石ね、これなんか隕石をねなんかものすごいドラマチックにね、あ、これ全然ドラマチックじゃないけどこのドラマチックにライティングしてましたね。これはあのあれですね、江の浦観測所かっていう、あのミュージアムみたいな、ミュージアムですね、まあ作られてますよね、小田原に、小田原でいいんだよ、小田原観測所か、あ、小田原江の浦観測所みたいな、そうですよね。僕まだ行ってないんだけど、行ったことないんだけど、行きたいんだけどね。で、田中泯さんのダンスですね。まあテキストっていうかね、語りが一緒になったっていう、そういう、映像でした。もうあの、かなり多く、あ、多くっていうかね、ものすごいお客さん少なかった。かなりお客さん少ないです。ね、だけど、だからやっぱあんま人気ね、でもね、もっと話題になってもいいと思うんだけど、普通に考えて。でもまあ、これすっごい映像みんな見てましたね。まあ確かに映像作品少ないですよね。映像作品、あ、そうね。映像作品だから村上さんが1個出してるだけか。と、この杉本さんだけですね。だからまあ確かにそうなんだけど、まあいや、でもやっぱ田中泯さんすごいから、うん、まあ、みんな見入ってましたね。あ、これまあマムプロジェクトで、この作品もすごい面白そうでしたよ。あの、ムニーラ・アン・ソルフね。さあ、はい、面白そうでした、はい。ということでね、やっぱりあの、すごいですよ。あの、ごめんなさい、僕、あの、ちょっとあんまり、あの、彼らの凄さをうまく説明できなかった気がするけど、あの、本当にすごいと思うんで、あの、僕はもう、なんていうかな、あの、なんで評判悪いのかわかんないけど、あの全然すげえなって思いますよ。ただただあの僕はもう感動しますよ。はい、あのまあ年上の先輩たちだっていうのはあるかもしれないけど、あのやっぱ好きですねみんなどの作品も好きでした。あの嫌なもん、まあまあ なんていうかな、もうちょっとなんかこの言い方はどうかなとか、それぐらいありますよ。それぐらいあるけど、やっぱりね、あの、ここまで行くとね、みんなね、なんかね、到達でき、だからね、到達できないんで、だから、わかんないんでね、わからないんだけど、でも、すげえ、みたいな。わあ、でもいいわー、みたいな。よくわかんないけど、もうめっちゃいいわ、これ、みたいな。そういうのがあるんですよね。僕もね、基本的にはただの後付きですからね。うん。そういうものがありますよね。はい、まあまあ言おうと思ったらなんかいろいろ言えるのかもしれないけど、あんまり言いたくないなっていう感じ。僕はもうあの彼らについては僕はもうファンでいいかなっていう感じですってなんですけどね。まあとはいえでもいろいろ言ったんじゃないかなっていう気はしますんでね。まあちょっとね参考にして、参考にっていうかね、まああのとっかかりぐらいにして見ていただけるといいのかなっていうふうに思います。はい、以上ですね。正式名称は、森美術館のスターズ展
現代美術のスターたち日本から世界へという展覧会でした。まだねやってるんじゃないかと思うんで、ぜひですね、見に行ってみてください。はい、以上になります。はい、ではね、皆さんね、いいね&チャンネル登録ねぜひお願いしますよね。はいはい、ということでもうね10時半ですか。いやいやいや。